はい、皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインと XRP の相場分析をしていきたいなというふうに思います。今日がですね、2020年の2月の10日月曜日ですね。今の時刻が20時41分です。で、今日もですね、ビットコインの相場分析して、板を確認して、最後 XRP という流れでですね、行きたいというふうに思います。このチャンネルではですね、移動平均線、水平線、チャートパターン、トレンドライン、こういったね、シンプルな指標を用いながら、今後の相場分析をですね、まあ、初心者の方にも分かりやすいようなところをですね、心がけながら、相場分析をしているというチャンネルになっています。基本的にはですね、毎日動画を更新しておりますので、ぜひチャンネル登録もいただけると嬉しいです。チャンネル登録者がですね、今4970人ぐらいなので、あと30人で5000人ということで、まあ個人的なね、モチベーションも込みで、できたらね、チャンネル登録していただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、じゃあ相場分析の方ですね、行きたいと思うんですけれども、まずビットコインの方からですね、今日落ちましたね。これが恐れてですね、これが怖くて僕も入れなかったんですけれども、今の価格がですね、9800ドル付近ですね。日本円で言うと107万6000円ぐらいのところを推移している状況です。で、ビットコインですね、今日の朝方ですね、に最高値としてですね、1万170ドル付近まで、上昇しました。日本円で言うとですね、111万8000円とか、まあもうすぐね、この112万に乗るかどうかっていう、その辺までですね、上昇したんですけれども、それを起点としてですね、一気に下げてきたというような値動きですね。で、一時最安値としてはですね、9720ドルということで、日本円で言うとですね、106万6000円ぐらいまで、一気にね、急落しました。5万円幅ぐらいですかね。はい、それぐらい一気にね、こう落ちてきて、若干反発したんですよね。はい、今日のお昼からの値動きなんですけれども、一旦こう反発してですね、戻すような形もですね、見せようとしたんですけれども、やっぱり戻せなくて、下に落ちてきたというような、あの値動きですね。今日の値動きとしてはそういうことでした。はい、で、昨日の動画でもですね、僕の方からお伝えしていたこととしてはですね、ここからね、どんどん上昇していけるかどうかっていうところに関しては、まずね、この1万ドルラインをですね、守れるかどうかっていうところ、ここにね、かかっているということをですね、言っておりました。でね、通常であれば、そういう意識ラインがですね、ここあったとして、そこまで押した時に押し目買いを狙っていくみたいな、そういうね、狙い方が通常であればできるんですけれども、ただね、いつもの意識ラインとは別ですよね、1万ドルラインっていうのは。やっぱり意識されるレベルっていうのが、違いますので、まあ今はね、入っていけないんじゃないかなっていうことをですね、昨日の動画で言っていたんですね。で、確かにですね、その後押したんですね。1万ドルラインまで押して、ここのですね、ピンクのライン、上昇ウェッジのようなですね、形を作っていたんですけども、そこにもですね、タッチ仕掛けているんですね。で、そこからね、入っていって、直近最高値まで狙っていった方はですね、取れてるんですよ。だから僕がですね、こう直近最高値で利確したいっていうのはですね、まさにこういうことなんですよね。今回も高値をつけて押し込んで、直近最高値まで上がった後にですね、急落したというような値動きになったんで、こういうところですね、怖いので直近最高値、もしくはですね、なんだったらもう直近最高値ちょっと、安いところですね、ちょっと下がった価格でもう僕は利確するっていうのがですね、鉄則にしているんですよね。まあそれによってこう取れるべきだった利益も取れなかったりとかっていうのもね、当然あるんですけれども、まあこの急落にですね、巻き込まれるよりは当然マシなので、はい、まあこれだけね、警戒しているということですね。まあそれもリスク回避のうちの一つですね。直近最高値までの利益、直近最安値までの利益をですね、狙っていくっていうのは、まあそのリスク、回避策の一つでもあります。で、ここのですね、まあ、今日ね、高値をつけて下がってきたわけなので、一応ね、この上昇ウェッジのですね、アウトラインの方ですね、ここを、まあ、引き直す必要があるかなというところですね。まあ、ここ、高値をね、つけましたので、高値にラインを合わせて、はい、こんな感じですね。これ4時間足ですけれども、まあ上昇ウェッジ、ここのね、高値で含めていたんですけれども、含めなくて、この高値から若干下がったところから、ラインを引くとですね、こういうチャンネルのような形になりますね。はい、このあたりからこう引くと、綺麗なね、チャンネルの中での値動きっていうのがね、まあわかるかなと思います。今後はですね、このチャンネルを意識された値動きをですね、していくんだろうなということがですね、予想できますよね。で、続いて、これどこまで落ちてくるのって言った場合にですね、チャンネル内の値動きに変わっておりますので、当然ね、このチャンネルの再下段のこのトレンドラインですね、ここに当たってくる可能性がまあ考えられるということですね。じゃあそのチャンネルの再下限は今どれぐらいの価格なのっていうと、
大体ですね、9600ドル付近になるんじゃないかなと。9550ドルも、まあ、ここの横のラインとして意識されてますけれども、今後ですね、意識されるラインとしては9650ドルと9550ドル。ここはですね、相当意識されると思います。9650ドルに関しては直近のところでですね、こうサポートされたような実績で、ここでレジスタンスされてて、でここの最高値としてもですね、まあ、あのレジスタンスされたような実績がありますよね。で、このままですね、過去にこうチャートを戻していくと、まあ、過去にもですね、この9650ドル付近っていうのはですね、意識された値動きがあったんですね、あるんですね。なので、まあ、この9650ドルもある程度意識されるんじゃないかと。でそれからですね、その一段下げてきたところは9550ドルになるんですけども、ここはですね、以前の動画からお伝えしている通り、かなりね、意識は高まるだろうなっていうような価格帯ですね。で以前から僕がずっと言っていたのは、ここの9550ドルですね、ここでレジスタンスされて上げて、一回ここまで戻してほしいということをね、言っていたと思うんですよ。でまあ、ただね、今の局面結構ね、その言っていた当時から上がってしまっているので、ここまで下げてきた時にじゃあロング入れるかというと、ちょっとね、入れないと思うんですけれども、まあ、大きな目線としてはですね、ここのロールリバーサル、大きな目線でのロールリバーサルが起これば一番理想的ですよね。今後は上げていく上昇過程においての、そういう一旦の押しっていうことですね。一旦の調整が入るっていう意味では、ここまで押してくれるのが一番ね、理想的ではあるんですけれども、まあ、そこからね、ロング入れるかどうかっていうのは、別問題になりますので、そこはね、戦略立てていきたいんですけれども、まあ、まとめるとですね、今後の展開っていうのは9650ドルから9550ドル、そのあたりまでね、下落する可能性が僕はね、結構高いんじゃないかなというふうに見ております。でその前ですね、9650ドルのところに関しては、このままね、落ちてくるその来方にもよるんですけども、一辺倒で落ちてきた場合は9550ドル付近まで意識される可能性ありますけれども、若干こう揉み合いながらですね、落ちてきた場合っていうのはやっぱりね、ここのこのトレンドラインですね、ピンクのこのトレンドラインと9650ドルの水平線ですね、ここのライン、それに加えて中期の移動平均線も今ね、こう伸びてきてますよね。そういったところがね、ぶつかるポイントっていうのは、まあ、意識される確率がですね、高くなってきますので、まあ、そういったところから、まあ、ロング入る、微妙ですよね。難しいですよね。まあ、これ抜けるとですね、大きな下落になる可能性ありますよね。ここの、チャンネルのですね、トレンドラインを割り込んでしまうと、相当ね、下落していく可能性がある。で、ここでですね、トレンド転換の可能性も、示唆されてくるということになっちゃいますので、まあ、そういった意味も含めて、この前のね、昨日の1万ドルラインを損切りラインとして入っていけるかどうかっていう話ですよね。はい。損切りしてもね、追いつかないぐらいの急落が起きたんで、まあ、この9550ドルですね、その付近も同様な感じですね、まあ、1万ドルよりは意識されるところはですね、少ないかもしれませんけれども、ここのトレンドラインっていうのはですね、本当に全世界のトレーダー意識していると思うんですよね。まあ、全世界って言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、まあ、多くのトレーダーがですね、ここのトレンドラインは見ていると思うんですよ。で、ここを割られたらですね、一気にトレンド転換だということで、ショートに入ってくる方も多くなるだろうし、ロングで含み損になる方も利確するだろうしっていうことですね。はい。そういったところでね、下落が加速する可能性があるので、意識されたライン、かつね、それを抜けたら大きな下落につながるようなラインっていうのはですね、まあ、そこがね、そこを損切りラインとして入るにしてもですね、ちょっとリスクは高いかなと。ずっとね、こうチャートを見て入れる方だったらね、いいんですけれども、まあ、それかね、損切りの注文を入れておくとかね、そういう対応が、まあ、できるんだったらそれでもいいかもしれませんけれどもね。はい。まあ、ということでね、今からこうロングに入っていく、もしくはショートに入っていくっていうのはですね、まあ、どちらもできないわけですね。今後の方向感がまだまだ定まってないので、もしかするとですね、ここからね、ここで下げ止まってこう上昇していく可能性も当然あります。で今後ね、上昇してきた場合は当然ここのダブルトップですよね、まあ、ここでも細かな、ところでですね、ダブルトップっていうのは意識されたんですけれども、まあ、今度はね、もっと大きな目線で見ると、ここはワントップとしてカウントされて、まあ、次の上昇でですね、ダブルトップが再度意識されるっていうこともですね、十分考えられます。はい。そういう感じでですね、このチャートっていうのはやっぱりね、こう近視眼で見たりとか、こう引いた目線で見たら、またね、チャートパターンっていうのも当然変わってくるだろうしね。はい。そういう風に柔軟にね、見ていく必要があるかなという風に思っております。あとこのね、トレンドラインとかにしてもそうですよね。今日僕がリペイントしました、引き直しましたけれども、そういう感じでですね、どんどんチャートっていうのは変わっていくんですよね。なのでずっとね、同じところばっかりこうラインを引いて、それをラインを触らずにですね、ま、ずっとこれが意識されるだろうと思ったら大間違いで、チャートっていうのはね、どんどん更新されていきますので、こちらもね、こういうトレンドラインとかっていうのはですね、どんどん引き直していかないと、こう相場の変化にですね、対応できないということになります。
一方で水平線に関しては価格帯で引くので、これずっと一定なんですよね。チャートがどのように変化しようが水平線は一定なんですよ。なので、まあ僕の今のね、解説にもありましたけれども、過去のね、ラインからずっとこう延長してきて、引いてるようなラインっていうのも、ずっとね、価格が一定である以上はですね、そこで意識されるわけなんですよね。なので、根拠となる、なんていうかな、インジケーターがいろいろあるじゃないですか。まあ水平線、トレードラインいろいろありますけれども、やっぱり水平線っていうのはですね、リペイントする必要がない。ずっとね、一定で引けるので、まあ、そこを起点としたですね、トレードっていうのはね、やっぱり世界中で行われやすいっていうのが水平線の特徴ですよね。で、あとね、トレンドラインとか、移動平均線もそうですよね。こう価格の上昇、下落によってですね、どんどんこうラインが変わっていくようなものっていうのは、やっぱりね、そのチャートによって、しっかりね、対応していかないと、もう取り残される、遅れているみたいなね、流行に遅れているみたいな、そういう感じになってしまいますので、まあ、自分の見てるチャート、自分の見てるラインだけ古いみたいなね、そういう展開になってしまうんですね。それじゃあ世界中のトレーダーが意識しているポイントと自分が意識しているポイントっていうのにですね、乖離が出てくるわけですよ。乖離が出てきてしまったら何のね、相場分析をしても意味がなくなってしまいますので、しっかりね、こういうリペイントだったりとか、まあこのチャートの変化にですね、対応できるように、日々ね、この意識されているラインとかを探していく、まあ更新していくっていうこともですね、非常に重要なことになってきますので、ぜひね、そのあたり皆さんやっていただけたらというふうに思います。はい。まあ今後はですね、先ほども言いました通り、相場感がね、方向感が定まっていませんので、まだまだね、トレードする時期ではないかなと思います。一つの起点としてなるのが、多分ね、この、再下段のですね、トレンドラインには当たってくると思うんですよね。まあこのあたりまでは下落してくると思います。その後の展開ですね。そこをしっかりね、反発していくんであれば、上昇トレンドですね、継続ということで判断して、押し目買いを狙っていくし、下落トレンドになれば戻り売りを狙っていく。もうこれはですね、もうひたすら繰り返すしかないんですよね。はい。それの繰り返しなので、あまりね、こう、価格の上昇、下落っていうところに意識を向けるのではなくてですね、まあ、それも将来的に上がっていけば、楽しい相場になりますので、それはそれで、期待することはいいんですけれども、やっぱり僕らトレーダーがやることとしてはですね、押し目買い、戻り売りをひたすら狙っていく、それをね、淡々と繰り返していくことで、勝率も安定してきますし、収益も安定してくるということになりますので、まあ、方向感が出るまではですね、トレードは避けるべきなんじゃないかなと、これはまあ、僕の個人的な意見として、そういうふうにね、考えております。はい、ということで、このあたりですね、板の方を確認していきたいと思います。はい、こちらですね、デコボードに切り替えました。デコボードもですね、昨日も言っていた通り、やっぱりね、価格が安定するまではなかなかね、参考にはできないというふうに思っています。で、その中でもですね、今日に関しては、この9550ドルとかね、そのあたりの買い板がですね、厚くなっています。まあ、これは当然で、下げてきたんだから、そこで押し目買いを狙っていこうと。まあ、そう考えるのはね、割と自然なことなので、ここの買い注文が、多く入ってくるっていうのはですね、まあ、想定通りかなというところですね。で、あとは本当にね、こう下げてきた時に、ショートと、ロングのね、まあ、力関係でですね、どこで本当に反応していくか、反発していくかっていうのはですね、しっかり見ていかないといけないというところになりますね。なので、まあ、今日意識されているラインとしては、やっぱり下落目線になってますので、先ほどね、僕が水平線に2つ紹介しましたね、9650ドル付近と9550ドル付近。まあ、このあたりのですね、レンジの、買い手が厚くなっているよと。なので、まあ、おそらくそこで意識されているんだろうということがですね、まあ、今日の板ではわかるというような、まあ、分析になろうかと思います。はい、ちょっとね、板に関しては今日は簡単ですけど、これまでにしたいと思います。で、最後にですね、XRP の方見ていきたいと思います。はい、こちらですね、XRP に切り替えました。XRP に関してはですね、今の価格が 26.9 セント、まあ27セント付近ですね。日本円で言うと 29.7 円とか、そのあたりですね、30円割ってきました。こちらもですね、昨日の動画でお伝えしていたんですけども、やっぱりリップルに関してはですね、ここのダブルトップが、意識されるだろうということで、28.3 セントで、サポートできるかどうかっていうところですね。そこで、維持できるかどうかっていうところにですね、非常にですね、こう注目というか意識が高まっていたんですけれども、やっぱりですね、まあビットコインがあれだけ下げりゃね、当然やっぱり釣られてしまいますよね。まあダブルトップが意識されたっていうのも当然あるんですけれども、それに伴ってですね、28.3 セント、日本円で言うとですね、
31点ちょいのところですね。そこが維持できなくて下げてきたというような値動きになりました。で、まあ、このネックラインまではですね、多分下げてくるんじゃないかと、まあ、ネックラインまで下げるのが妥当ですよねっていう話はですね、どっかでしたと思うんですけれども、ちょうどねこの今ネックラインまで下げてきてます。なので、XRP に関してはですね、ここが一番注目のポイントですよね。ここのネックライン、まあ、ネックラインね、水平線としてもこれ意識されてますけれども、ここで、下げ止まれるかどうかですよね。ここでサポートされて上に上がっていければですね、ここのダブルトップを否定することになりますので、当然ね、上昇につながってくるし、ここのね意識ラインも多分抜けやすいような状況になるんじゃないかなと。まあこのまま下げてね、三尊天井みたいな可能性もまだまだ残っているので、何とも言えないんですけれどもね。はい、ここをまずダブルトップを否定できるかどうかっていうところにですね、注目が集まるかなというふうに思っております。で、ちなみにね、ここのネックラインですね、今27セント付近、まあもう少しね下まで見てもいいと思います。26.5セント付近まで、見てもいいと思いますけれども、そのあたりのですねレンジをですね、割り込むことがあれば、次意識されるのは、以前の動画からですね言っています通り 25.7 セントですね。はい、これは上げ止まったポイントですね。こう上昇過程においてレジスタンスされたポイントになりますけれども、まあこういったところでですね、意識されてくる可能性は高いかなというふうに思っております。ということでですね、まあ仮想通貨市場ですね、まあどんどんね上げ上げで行っていたんですけども、やっぱりね上げ上げで行った相場にはね、いつかこういうね下落が当然返ってくるっていうことなんですよね。で、そのどこで下落するかっていうのはですね、当然完全に見極める人なんかいませんし、わからないわけなんですね。なので昨日の動画でも言った通り、僕らがやるべきことはですね、意識されているところがどこなのかっていうところをしっかり見極めて、その付近をしっかり加味したエントリー戦略を立てていくということですね。はい、例えばまあ意識されたポイントっていうのはですね、反発される可能性が高いので、その反発狙いで、エントリーしていくと。で、その反発ポイントをですね、損切りポイントにしておけば、そこからね逆行すれば損切りということで、リスクはですね少なくなりますよね。で、一方で今日もお伝えしましたけれども、じゃあ利確ポイントをどこに置くかっていうところに関しては、当然水平線というところもですね意識されるんですけれども、直近最高値っていうところもですね忘れてはならないということですね。はい、ダブルトップ、まあここでもですね綺麗なダブルトップ作りましたけれども、例えばねここからエントリーした方がいたとして、どこで、利確するかで、利確ポイントがですね、例えばこの直近最高値も超えたようなところで利確ポイントを設定していてもですね、果たしてそこまで上がるかどうかっていう根拠がですね、やっぱり明確じゃないわけなんですよね。一方で直近最高値っていうところはですね、まあこれほど上昇の相場において1回つけたポイントっていうのはですね、必ず2回目にチャレンジしてくることがまあ多いんですよね。ただその2回目チャレンジしてくる可能性は高いんだけれども、そこから急反発される、急下落される可能性が あるということなんですよ。まあそれが今回の値動きですよね。綺麗な値動きで、それがねダブルトップっていうものなんですけれども、じゃあその急落に巻き込まれないようにするためにはどこで利確ポイントを設定しなければならないかで、そこで設定した時のですねリスクリワードを考えて、ここでエントリーするのが美味しいのかどうなのかっていうところですね。チャンスなのかどうなのか、そこは、しっかり見極めた上でエントリーしていかないと、この急落でですね巻き込まれて大きな損をしてしまう方もですね多かったと思うんですけれども、そういうことになってしまいますので、まあエントリーする前にはしっかり考えてね、出口戦略まで考えて、エントリーしていくのがですね、やっぱり仮想通貨をトレードするにおいてはですね、必須条項になってくるかなというふうに、思っております。はい、ということで今日の動画ですね、ここまでにしたいと思います。でですね、明日明後日なんですけども、ちょっとね僕また出張が入ってしまいまして、動画を撮ることができないんですね。なのでね、出張中のこう動向とか相場分析、まあできるか分かんないですけども、できそうであればですね、Twitter とかラインアットの方とかでもですねやっていければなというふうには思っておりますので、ぜひねツイッターの方にもフォローしていただけると嬉しいですし、ラインアットにもですね登録いただけたら嬉しいなというふうに思います。ちなみにラインアット登録いただいた方にはですね、無料講義も公開しておりますので、勝ちトレーダー負けトレーダーの違いですね、かなり好評いただいておりますし、まあ見るだけでもですね勝率上がるんじゃないかなと僕は個人的には思っておりますので、ぜひねそのあたりも参考にしていただけると、まあ僕のこの相場分析もですね、まあ分かりやすくなると思いますので、はい、興味のある方はぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画ですね、ここまでにしたいと思います。まあ明日明後日また動画撮りませんので、しあさってですね、13日にまたお会いしましょう。ありがとうございました。